勝てんぜ、お前は。やっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れて狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何？Die sind richtig schlecht, die beiden. Ich meine, es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil ich Piccolo wirklich cool finde. Aber die beiden sind echt scheiße.火を感じる。ん？なんだ？人か？はい。あれは？あ、ミスター・サタン！なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。なななミスターポポ。おい、何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな、貴様の相手はこの俺だ。
まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと、僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思うか。なんで。ミュージャンハー、じゃじゃーん。またまたやってきたぜ、正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。ご飯くん、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。Oh boy. Wenn ich hier von diesem scheiß Donut getroffen werde, ne? Dann bin ich ja wirklich am Arsch, Freunde.
hier wirklich die ganze Scheiße ab. Ach, du meine böse Bombe, dass sie mich immer trifft. Alter, wie viel Schaden diese scheiß Bombe macht. Normal. Ja, gerade ist es echt ein bisschen anstrengend, den Typen zu kämpfen, weil er halt wirklich stark ist. Es ist nicht mehr so Kindergeburtstag ist hier, kämpfen. Diese Fickbombe trifft mich auch jedes Mal. Ihren Radius von 1 Milliarde Kilometer. Hab's gleich geschafft, Freunde. ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。
大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を、私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい、お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ、この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ホタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけと強くなれんか。もう片方はご飯の耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え、本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないの。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。あ